部屋とリリーと。こんばんは、リリー・フランキーです。この番組は自分自身で作った理想のお部屋にお邪魔する番組です。今日のお部屋は廃材の部屋。ではお邪魔します。あー、でも廃材とは聞いてましたけど、すごく明るい温かみのある部屋ですね。すごく好きです、僕の部屋。部屋のテーマはアップサイクル、昔のものを今につなげる。これは北九州の神社の解体材。これは本当に自分ではなかなか作れない趣がありますね。今は見かけない水ガラス、80年前の大元の農家さんの廃材。こちらの引き戸も廃材を再利用したものということで、生まれ故郷の炭鉱住宅をイメージしたキッチン。陶磁器タイルを壁に貼りました。調理台は加工していない鉄板、黒革鉄。酸化して出てくる錆も風合いになります。その下は集合住宅で使われていたポスト、再利用して小物入れ。かわいいですね。ちょっと蛍光灯はもうそろそろの感じですね。この壁は下塗り用の石膏シートップを、下塗りだけでもいい感じに。魚の骨のような模様が特徴のヘリンボーン張りの床。これは洗面台なんです。わかりますか？古い工具箱を加工して作ったみたいです。友人が作ったスピーカー。古いものを解体して木材で再構築。彼のお気に入りは電気の配管。かつて壁の中に埋まっていたものが今はむき出しのまま。この風合いはなかなか出ません。に頭ぶつけそうだ。古いものやルーツに対してのすごくリスペクトを感じるお部屋でした。この番組は柏原グループの提供でお送りしました。お邪魔しました。また来週。